おはようございます。おはようございます。いや今日も元気いっぱいにね、頑張っていきましょう。いや、やっていきましょうか、うん、15時ですよ。15時、15時だねえ。今日は暖かくなってきましたね、やっと。どうしたの今日、みーこ売れなくていいのに髪の毛切ったんです。そう、何コンパ、コンパ、コンパって言ってコンパじゃない今日なんか気合入りすぎてね。今日ね、ほらほんとだ、お嬢様な格好でしょ。どうしたの何なのコンパ。違うよ、生放送があるんだよ。あ、婚活、婚活系ね。婚活じゃないよで、どうね、これね、この前の生放送ではね、ふわふわのね、やつだったんですけどね。あ、生放送があるの今日。そうです、そうです。あ、そうなんだ。あ、そうなんですね。そうなんです、そうなんです。そう、違う、恵比寿行ってきます。何のとか聞かないよね、もう聞いてるよ。でもね、これ上がった時にはもう過去ですからね。つくる女さんのね、生放送に出るんですよ。つくる女さん、つくる女さん、あ、あれですか。大川愛美アナウンス、もアナウンサー、フリーアナウンサー、はいはいはい、の番組に出させて。タイムシフトで興味のある人は見てくださいねお願いします。いいよ、うん、はい、今日何やるんですか。はい、じゃあ今日やっていただくのはですね、ちょっと読み方忘れちゃったんですけど、三部ドリフ、サムブドリフト、サムブドリフ、これ、そう、親指ですね、意味は。ああ、そうね、そう、読み方忘れちゃったんですけど、うん、なんかちょっとしょぼいポリゴンなんだけどパッパサムドリフト、サムドリフト、サムドリフト。親指、中学校の時に親指ってあだ名の男の子がいたじゃあ、そうね、親指みたいな顔してるねっていう、ね、多分そういうことなんだな。なんか PS 時代のあれみてぇだな。え、どうやって、うわぁ、破壊はすごいね。え、ずっと押しスライドだな、これ。そうですね、ちょっと曲げてみてください。あー、これ、うん、あ、これ意外と難しいぞ。親指でドリフト、うん、スライドするの、親指で。あ、スってね、ス、ス、うん、しかも結構シビア、シビア、わー、おー、これ超ドキドキする。操作性は結構難しいですよ。これ一周できねえじゃん、これ。あ、これどこまでいけるか、ここ。あ、ぽい、ちょっとちょっと、親指ってね、言ってるのに人差し指でやっちゃう人います。親指を左右でスライドさせてドリフトすると。あ、あ、じゃあ逆だった。この調整加減というか、うん、そこがね、まあコースを牛耳る、うん、あ、なんもっとなんか、まあ人差し指でメイコさんやってますけどねあ、もうちょっと冷静にやろう。いけるいける、冷静じゃなかったの。 いや、もうなんかね、優しくやるよ、優しく、ほんわりと。おお、気持ち悪くないっすよこれ。ちょっとでも結構ちょっと、そうそう、ちょっと酔いそうになった、酔いそうになった。なんでいきなり冷静になるんですか。なんかちょっと気持ち悪くなりそうだったから。はい、待って、どっちに、あ、こっちか。コインを集めると、新しい車をゲットできると思う。ね、なんかあんま焦っちゃダメって思った。焦っちゃダメだけど、これむずい。でも、なんて言うんですか、うん、あの気持ちよさはあるんですよ、ドリフトの、ね、ドリフトレーシングゲームの、うん、うん、まあそうね、そうね、このリッチレーサーとかのね、うううううう、これむずいよ。そう、ちょっとむずいんですよ、慣れるまでね。リッチレーサーよくやったな、昔。リッチレーサーって何ですか。もうレースゲームって言ったらね、まあもう確かにグランツーリスモとリッチレーサーとは 何やったっけ。リッチレーサーの方がまだ前ですよね、まあ、あの新しいというか古いですよね。古い古い、わかんない、見ればプレイステーション1の発売と同時ぐらいに確かにリッチレーサーの、そうそうそう、あの黄色いパッケージのね、そう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 、もう驚きですよ、あのポリゴンでね、あのね、なんか軽快な音楽でね、当時は、ね、え、これ超むずい。しかもゲーセンでもさあってさ、あ、シフトだったんだよ、ちょっとこの、あ、ぐにゃぐにゃって、そう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 、あ、始めちゃった。これミーコ、あのレースゲームマリオカートしか今までやってきてないかも。え、あ、でもだってミーコはだってね、免許持ってないもんね。免許持ってない。目黒さんはもちろん免許持ってますからね。持ってますよね。その差かな。そう、これね、よくわからない、これがあるやつだって。でも、いまだに無免ではやってんでしょしたことないですよ、ゴーカートぐらいだよ。しかもね、この前ゴーカート二輪が得意だもん。バイクは、自転車ならね、自転車得意だよ、免許持ってるもん、自転車免許。
え、自転車免許なんかあるの？ありますよ、自転車小学校の時に取るの、自転車免許、学校に勝手で独自のやつでしょ。違います。それは聞いたことないんですよ。今ね、絶対コメントにあるもん、あ、俺持ってるよみたいな、取った取ったみたいな。え、それ年少とか入った人だけで入ったことないよ、年少入ったことないよすぐハンドルとかそうこういうカマキリみたいですよでもね、自転車ニケツ、ニッケって何て言われた、ニッケ、ニケツでしょ、ニケツ、ニッケって言ってたからあれだけど、ニケツできる、あのカゴを後ろに置けるニケツとか今ダメだからね、うん、まあ、そうカゴを置けるやつとか、あのチャリンコじゃ自転車のサドルってグイッてやって、お尻とかグイッて、何を言ってんの、いや、まあね、分かる人は後ろ上げる、後ろグイッて上げて、座りやすくするっていう、ね、そうそう。ヤンキーのさ、自転車のいじくり方ってどんなんだったの？だから、私の時はとりあえずさ、ハンドル上げてた。いや、ハンドルなんか上げてない、まずね、こういうのとグニャンって普通にこうママチャリみたいなグニャンってしてるのと、まっすぐしてるのあるじゃん、はい、チーズね、シティ版、シティサイクルと、うん、あれですね。だから、うちの周りはこのグニャンってママチャリよりもこっちの方が多かったから、うん、あ、T 字？そう、T 字のやつで、俺が小学校の時、T 字最先端だとか確かにそうですね、そっち、これが多いし、うん、しかもそれ、2人乗りできないから、なんか、わかるかな、うんうん、こう、かごけたよりになってて、ね、うん、だから、そこか、あー、そうかそうか、だから、これ話いいのかな、こういう話って、自転車の後ろにこうグイってわかるかな、あー、止める、泥除けに、あ、違うか、泥除けじゃなくて、タイヤをこう六角、あ、そうそう、六角の上にこう頑張って乗って、こうやって肩張ってこうやったのが、あ、六角でここの、このそう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 、ここのタイヤがあってここにあるじゃないですか、うん、その上にこうグッて乗って、うおーって言ってた、はい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 、とか、まだ時効じゃねえか、捕まんじゃねえ、え、ちょっとちょっとピーでいや、俺らの時はね、棒が、あ、そう、あるあるある、衝撃の時代だった。え、棒ってあれですか、ネジがついてるやつ、そう、六角のとこにグイ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 ぐらいの黒いやつでしょ、あれが出た時だったの、俺ら、あれ、本来はあれはだからギアを守るためのやつですよね。え、そうなんだ、わかんない、使い方としては、あ、そうなんだ。でもね、いたわ、そういうね、こっち系のね、このママチャリのチャリ乗ってる子はそれつけてる子もいた、あー、けどね、それは少なかった。途中で売らなくなっちゃったんじゃないかな、あれ、あんねえから、あれね、あれ超怪我するから、マジでめっちゃ怖いから、あっ、ってあれ本当気をつけた方がいいから、今つけてる人はマジで。いや、あとさ、なんだっけ、こういう輪っかとかこうやって車輪のさ、写真つけたじゃん、あれでしょ、あの ライトに反射するやつでしょ、反射板、いや、反射板じゃないよ、え、なんすか、なんかさ、こういう風にさ、輪っかでアクセサリーとかつけられ、作るやつじゃん、え、ってやったらクルクルってなるやつ、いや、違う、じゃ、わかんないよ、いや、普通のこういうプラスチックのさ、輪っかみたいなのあるじゃん、いろんな色の、それどこにつけるんですか、あの、タイヤのこのなんだ、シャーシ、あー、でも一個一個全部つけてる、これ、いや、いない、いない、いない、シャー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 、百均とかに売ってるやつでしょ、あの、ここがちょっとあって、カポってやって、ね、あー、いない、いない、いない、もうそれよりかは、あの、反射板をババババババってつけるとか、反射板は、反射板をつけてたね、あと、自転車の、あの、チリンチリンで鈴をアンパンマンにするとかね、あ、俺らの時はあれだった、あのね、一回押すとね、クルルルってなるやつ、何それ、何それ、自転車俺ら進んでたんだよ、俺らの時代、もう、いやいやいや、絶対古いですよ、クルルルって、何それ、僕はあれでしたよ、パフパフですよ、多分ブラックジョーカーさんはわかるよ、ねえ、ね、たまに出てくるけどね、最近いないから、あのね、もうで、なんだっけ、友達はオレンジの自転車にその後ろ座るところ、座るところじゃないけど、うん、あそこにドキンちゃんのなんかクッションみたいな、座布団みたいなの巻いて、あったあった、あ、もうそれヤンキーやからね、鈴で、あれ、サンダルはキティちゃんみたいなまあね、うん、あのドンキで買ったスウェット履いてね、そうでしょ、懐かしい、懐かしい、懐かしい、いや、私はやってないよ、私はね、あのスウェットダメな人間なんだから、ちょっと何人間なんだよダメな人間だ、スウェットはね、許せない人だから、パジャマ着るよ、ちゃんと、私はそれか、ジーパンとか、ちゃんと、スウェットはね、ここ3年ぐらいで初めて履いた、うん、あのね、とある高校生の時のね、冬にね、外があまりにも寒すぎて、スカートだけじゃやってけねえと思って履いた、スカートにジャージみたいな、そうあ、よくあるね、ちなみに私たちは、あれでしたよ、あの、ルーズソックスはね、もうない時代だった、でもね、やってた子はいたけど、コンソにルーズソックスだった、
コンフにルーズソックスの意味がわかんないだからさ、ここに、そうちょっと待って、パンツ見えちゃうからこれがコンのさ、学生ソックスだとするじゃないですか。目黒さん、見てください。そう、学生ソックスに、ここにコンソゲーム画面と被ってるんですよ。ダメだ、コンソに、わかる人はわかるからね、それで、可愛い輪ゴムっていうか、ゴムで止めるの、ルーズソックスを。そういうのとか、あとはやっぱローファーみんな踏んでたよ。私は踏んでなかったけど。なんで自分は知ってませんでしたアピールが。だって私ヤンキーじゃないもん。だ、見てよこの清掃感。ブレーキ嘘でしょ嘘でしょ、誰も反応しないよ。最近反応しないから清掃感っていうかね。まあちょっと今日はお嬢様チックな感じですけど、コンパだからね。コンパじゃないよ、生放送。でもやっぱにじみ出るものはね、どうしても隠せないんですよ。ミゴさん、そんなに気に入ってるかな。前髪失敗したぐらいだけどな。何もそんなヤンキーか。それどうやって切ってもらったの、なんか言い方。その美容室の最初はベリーショートにしようかと悩んでいますって言われて、美容師さん、いつも言われてって言われたの。自分で言った自分で言った間違えちゃった自分で言った、ベリーショートにするか、でもちょっとまだこうとまだ長いの憧れてるからって喋ったら、はい、みーこちゃんさ、頑張って伸ばしてたのを切っちゃうのかって。だったらまだこうゆっくりやっていこうみたいな、いきなりベリーショートとかショートにするんじゃなくて、うん、こうまずはボブから攻めていこうみたいな。じゃあ分かりましたっつって今ボブにして、これでもなんか心がダメだったら、もうまだもうちょっと行きたいと思ったら来てって言われて。これ最終的には角刈り。角刈りなんてないでしょ。なんで私こんな感じになんなきゃいけないの。おかしいでしょ。いや、角刈りできるかな。できないよ。ホームベースみたいな。できないよ。やめなさいよ、そういうの。笑ってやるんじゃないよ、もう。もう押しちゃうからね、そのうち。あ、私、そういえば、うん、なんでもないや、やめとこ。超どうでもよく、いいことだった。聞きたい。聞きたいな。なんか、受験とかで、もう受験終わったから話すんだけど、うん、受験とかで鉛筆を使う、うん、五角形の鉛筆を使うっていうじゃないですか、うんうん、はい、あれ、合格するからあれを使うんですね。あ、知らなくて。まあまあ、願掛けですね。そう、願掛けみたいな。私初めて知って、ちょっとすごい感動した、うん、ああ、なるほどねって、うん、それどんな文脈なの今、うん、ふと思い出した。ふとね、それだけ。学生のトークがね、多かったですけど、ね、そうそうそう、話題が全然ゲームには関係ないからね。もうね、免許取んないの。免許取りたい、取りたいんですよ。でもやっぱほら、入っちゃったから取るのめんどくさいとか大変じゃないですか。そうなんですか。会社に入っちゃったから。まあでも取ってる方いますよね。まあ、うん、今どうなってるかわかんないですけど。でもだって宇宙編集部少なすぎね、免許持ってないと。あ、じゃあ免許持ってない人多すぎね。あれですよね、ほんと。逆に関東圏の人は取ってないですね。あ、そう、私ずっと関東に住んでるから。地方の方はだって王様だってそうですし。だって電車あるもん。いや、なんかね、俺ね、なんかそういうデートとかしたことない人が取ってないんだと思う。女の子は別よ、女の子は。関東圏の人ってデートするにも車別に必要ないじゃないですか。ない。なんか俺らの時代はなんかデートイコールもドライブっていうのがね。でもそれ憧れるんだよな、海行こうとか。定番だったんですよ。いいな、うん、で真っ先に車を取り、高校卒業したら取り行くみたいなさ、 あったんだよね。だからそれ良かったけど、それが逆にめんどくさいからさ、年取ってから行くの。ちょっと免許じゃ私取りに行きますよ。どうぞ。もっと応援してもらって。免許に応援なんか必要ないから。頑張って取りに行ってよって。でもね、行ったら、いや免許持ってる人尊敬するわと思うと思うよ。ああ、そんな大変なんですか。めんどくさい、大変。最初のうちはありますね。教習所行って。そう、こんなの。いつもお父さんがバックで駐車してたけど、こんな綺麗に一回入れてるんだろうって思うかもしれない。あ、そういうふうに。お父さんすごいみたいな。いや、私お父さんも免許持ってない。ハゲてんのに。マジで、本当その動画見られたら私はもう殺されるんですからね、マジで。その情報言ったらいいですよ。俺は関係ない。